はい、お疲れ様です。マッピーです。 HP アタック 0.95 ということでね、メルベとアマテルがいますね。今シーズン入ってからアマテルいろいろ規制入っていなくなったと思ったら、こういうね 0.95 補正の時にはちゃんといるってことで使ってみましょう。そんだけでね、アマテルリーダーで S4 ということで、まあアマテルといえば S5 でまあ猛威振るってたんですけど、 S5 ができなくなったんでね、で S4 でやっていくんですけど、今日はメルベ対面を意識してトゥールだとウィブとスー、もうこいつらがねメルベに対して強いってことで入れてますね。敵キャラ依存でしっかり火力出せるようにしてます。さあやっていきましょうか。アマテル、まあ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 強いやろうな。あの別にね、なんかなんだろうな、スキルバッジがついたとかそういう規制じゃないんで、まあ、全然使える方だとは思いますね、正直。うん、全然いける。まあだいぶ猛威振るってたと、まあ正直ね、猛威振るってても、あの勝率が高いイメージはそんなになかった。なんか結構もう上振れて、な、上振れやすいデッキだから上振れでめっちゃ勝ってるなみたいなイメージあったけど、まあそれも今回 S4 ってことでね、まあ上振れとかはね、前よりは若干しづらくなったんじゃないかなと思いますね。はい、やっていきましょうか。よろしくお願いします。まあ上振れしづらくなった分、下振れもなくなったんで、そのなんだ、なんか途中で ARX を引いて事故るみたいなこともね減ったと思われるんで、まあそう考えたら、そう考えたらまあまあまあ程よい強さになったんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、まあ言うて強くあるけどな、言うて強くはあるからね、ちゃんとね、舐めちゃいけない、アマテルのこと、アマテルのことをね舐めてはいけない。そう、ベルグリ君か。どうしようかな、これこっちっていい、俺このアマテルとね、なんか後々コンバされるのマジで嫌だ。で先にこの、ね、ベルグリ切って、で C5 アマテル行こうかなっていう狙いですね。さあこれで、あ、ポルカ切ってくると、まあ、ドシンプルに強いな、それはな。ドシンプルに強い。引き見てからよいしょ。メリッサ。まあ、これどうしようかな。C5 持ってるようでいいんじゃないかなと思うけど。ほい。まあ、若干トゥールラまた持て余してるとこあるな。このなんか、トゥールラ出すタイミング、なんかね、見誤るというか、なんか、そういうことにはなりたくないんですけど。まあ、このアマテルに対して、どういうふうに来るか。まあ、一回ナルトコンボは受けると。どうしようかな。まあ、ポルカのコンボ結構強いから、あんま受けたくない。さあ吸収入れられる。トゥールラで取りド安定なのかこれ。右下 X で軽く出すのもあるけど、倍性取るんだったらまあ美味しいかな。まあ倍性取れるんだったら美味しいかな。トゥールラ取っちゃいますか、これ。よいしょ。ほい。で、ポルカが、もっぱつやってきて、E4 メリッサからの左下 X 倍性までは見えてるけど、まあ、C6 に置かれるキャラがあんまり強くない感じですか、これ。チャージ溜まってない。ウィブとか引いたらウィブ置きたいな。引き見てから用意しよう。スー最高ですね。俺はもう E4 メリッサ行って X 倍性からの、スーでバースト狙いたい。さあこれ回復入れて、うん、理想ムーブじゃ。ツーアイエン、まあでもこれ相手ウィルボス切ってるからチャージの、あはー、あー、やってきちまったか、そいつが来ちゃいましたね。トゥルラ来ちゃいましたね。うーん、左下 X 倍線に見えるけど、どうせ B4 組まれるんだよな。かといって2ターン耐えれるかって言われたら、それもちょっと怪しいか。アルト打ってからあれして倍線からの数でいけるかな、どう思うこれ。いや、さすがに無理か、さすがに無理か、さすがに無理か。よいしょ。いやでもな、いやこれでも A に打たれたらさ、なおのこと飛ばせなくねって思うけど、ちょっと待って、これ E6 打った方がよかった、もしかして。そこでトゥールが普通に結構鬼畜なんだけど、あーそうだな、これ E6 あると打ってからの方がまだマシだったのか。まあ一応これ D6 当てるしかないな。 D6 当てて耐えるしかないですね。回復入れられる。いらっしゃいませビルボス。厳しい厳しい、さすがに厳しいって、さすがに厳しいって。これは回復入れてきつ。これどうし、これどうすんのこれ。普通に今ね E6 アルトの方が良かったんか。で B4 打たしてバイス打って、いや、いけたんかな、相手 HP 結構あったけど。ってことでまあ普通に負けました。まあ、これでもまあしゃあないか、まあしゃあないな。バイス取ったの悪くないと思うけどな。右下 X 打ってもバイス残るし、まあ、トゥールラで取りでは良かったと思うんだけどな。まあ、それかトゥールラで取りじゃなかった。いや、そんなことないよな、そんなことない。バイス A4 別にだよな、別にだよね。ワンチャンって、まあでもトゥールラ残すのもありだったけど、コンボ強くなるから。ただトゥールラ残す場合のまあデメリットがあるとすると、
ウィブとか引いた時に下振れるんで、それが嫌だったんでね、先に打ちましたけど、まあ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 、まあ、しゃあない。まあしゃあない。しゃあない。ポルカとテルラ両方打たれると、どうしてもリーサル届かないみたいなとこあるか。さあ来ましたね。相手もマナリア。いらっしゃいませ。はい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 。マナリア対面は積極的に X 行きたいな。相手変えんのんで、俺のキャラ取らせて、燃やさせないようにしたいね。うん、X 行きます。ふい。あんまりヤマテル使ってこなかったから、正直、あんまりヤマテルね、使ってこなかったからこそ、思い入れとかもそんなにない状態なんで、なんかその、憤りとか、何もないんだけど、何もないけど、なんかなーって感じで、なんか、どうしようか、みたいな。ああ、S4 になったんか、そうですか、みたいな。あ、ペトラス使えない、そうですか、みたいな。ペトラス使えなくなったのはね、痛くはないと思うんだよな、個人的に。そんなに、まあ言うてんね、ウィブとかいるんでね前よりさ、なんか後半トップ引きから解決みたいなことがしづらくなっただけで、うん、まあでもペトラ数が使えるよりはペトラプラスウィブまたは数、数プラスウィブの方がまあマシだよね。ターンかけられている分まだまだマシな感じはするよね。ターンかけないからね、ペトラも数も。さあ、これは、まあ、こんなウィルボス切るしかないか、さすがに。しゃあなしか。はい。で、結構削れてはいるな、相手のキャラ、HB。うん。HB 削れてるけど、ああ、燃やしてくるか。これ B4 行きたいな。敵のキャラ残しながら動きたいみたいなところある。うん、どうしようか。あはー、マス。マス作られるのね。なるほどな。銀しろ銀しろ、なんとも言えねえ。これどうしよう。うわ、なんとも言えねえ。なんとも言えないんだけど、マジでこれ。マジでなんとも言えねえな、これ。なんとも言えない。まあ、こっち行く？ちょっと削り行くか。で、D 中垂れて、いや、ただこれあれだな。手ごま。変動きしづらい感じになってきてんな、マジで。まあ、トゥールラビュー引いてさ、A3 から行こうかなとか思ったんだけど、なんともだのー。なんともだのー。うん。まあまあまあ、コンボ OK。あー、外周マス OK。あーまあ、このタイミングだったらまだいいかな。まだいいよ。俺なんかあんまり外周置きたくないもんだって、今。まあ、そう、おい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 、怖え。スリルあるね。どうしようか、これ、スー、なるほど。まあ、消去法メイム打ってからスーでもぶっちゃけ悪くない。悪くないです。うん、消去法。あ、待って。E3 でよかったかな。これ F3 打たれたら。まあ、いいか、俺のキャラ取らせっか、とりあえず。ちょ、なんか、もう一回マス作られるの、だるいな。ええ、改善考えたら。EO の方がよかった。下級避けたけど、俺。外周燃えてるけど、俺外周1枚も置いてないんでね。多分今の、この D の5のアベル、これはね、俺に取らせて外周を燃やすっていうのが狙いだったと思うんですけど、そう簡単にはいかないよ。そう簡単には乗らないよ。ブルハ、うわ、E4 が強火になっちまうじゃねえかよ。マス大丈夫？こっちもマス怖いな。なんかあれ、なんかカマリリーダーみたいになってない？大丈夫これ。うわぁ、うわぁ、事故っちゃ。とはいえ E4 か。よいしょ。ういうい。はい、シンプル強いと。あ、シンプル強い。で、この数は、まあ、取ってくる可能性はあるな。あるな。右下 X 取らせて E6 打ちづらいみたいな形。いや、でも、相手もこっち燃やしたいはずだから、さすがに取らんか。まあでも取らなかったとしたら、それはそれでコンボスキル結構怖くない？まあまあ火力高いからね、数のコンボスキル。48ライフなんてね。OK、取ってくると。じゃあこれ間に何かしら入りたいね。トゥールラウィーブ最強。はい、アルカードか。まあでも入っていいじゃろ。ええじゃろ、コンボ君の号が。うい、うい、よつよ。6001、敵の削りによっては次で飛ぶ。削り次第。
実際これどうすんの相手、この立ち回り、これ俺のキャラ全然燃えないし、いやきつそうだよなめっちゃ。で C5 置いたらウィルボスのコンボつながるから、あなるほど、 A6 で枚数回収2枚に抑えていくとやるね。イグナーツが引いてるわけなんだけど、イグナーツこれチャージマックスだよな。どうせにも入れての4000円入れての、いけんじゃん、勝ったじゃん、よーし。うん、 X 刺さった、めっちゃありがとう。 X 刺さった、これ刺さり刺さりですね。まあさすがに相性いいか、マナリアリーダー竜探偵分かってるじゃん。竜探偵分かった上で導き出される答えっていうのが、あのフルフレとかもないみたいなあのなんとかごまかして、テュポーの極炎とかフィンの声援でごまかして、こっちのキャラ残して燃やして勝つっていうのがマナリアのね、あの勝ち方だと思うんだけども、そう簡単には生かせないよと。まあだいぶ時間かかっちゃったけど、こっちも飛ばすのね。さだまさし来たか。え、さだまさしってあの俺なんかたマジでちょいちょいね、あの南こうせつとさだまさしがね、あのなんかゲシュタルト崩壊するときあんねんな。え、お前を読めにもらう前にはさだまさしだっての合ってるかな自信がねあんまない。さあ対面つく読みですね、これグノクソ刺さる。お前を嫁にもらう前に言っておく、合ってるよね、これ。これさだまさしだよね多分。え、南こうせつはなんだっけ、妹よーかあピンとこない。あ、これちょっとこうするか、これこうしよう。変が待ってる、これ変が待ってる、行こう。変が待ってる、まあ、変が待ってるはね、別に火力自体はちゃんと出るんだけども、あの弱い部分があるとしたら、盤面のコンボが若干あれになる盤面にアマテルがね残んないからね、そのなんだコンボスキルの通りというか、アマテルのコンボがねちょっとあれみたいなのがあるけど、まあ、これグノカマしますよ、よいしょ。妹よーかマジでね、そうやっぱ世代じゃないからピンとこないんだよね、本当ににわかで申し訳ないんだよ。お前を嫁に、さあこれね、あウィルボス嫁にもらう前にウィルボス F2 F2 ウィルボスコンボ封印アルト使えない、オーダーシーは使わせない、アマテル編置き X 倍せ、敵キャラ増えて数火力高くてにするか。うん、音楽活動のために頑張ってる。ホセロニアやってんだね。あはん。え、もうこれ F4 でいいと思うけどね。はい。アルト引いた。熱いこれ。オーダー D にアルト合わせる。よいしょ。かなり厳しい。駒投げもするが、俺の本気を食らっておけ。痛い。まあ、そこそこ痛えな。そこそこ痛え。よいしょ。強っ。A3 ウィーブでいいか。つんよ。おい、おい。あ、これ次、リーサルじゃない？これ次、スーリーサルじゃない？勝ちか。だいぶ強いな、これ。何？おおおおおお。スピカが強い。あはん。56の。65、あ、飛ぶじゃん、イブいたわ、ういういういまあ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 、まあ、こんな戦い方もできますよと。変動き余ってるからグノーっていうね、こういうこともできますよと。はい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 、これで変動き余ってる一つまみしといてね。はい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 、余裕じゃん。 OK、 お、1000ポイントいけんじゃないこれ。余ってるで1000ポイント見てきた。行こうぜ1000ポイントに。はい、クリームシチュー、うわー、これ前も話したよな、話した気するけどさ、俺クリームシチュー苦手なんだよないや、ね、クリームシチューさ、ビーフシチュー好きなんだけど、クリームシチュー甘ったらくて好きじゃないんだよな。うん、
クリームシチューあれなんだよね、ちょっと苦手な方かもしれない、どっちかっていうと。うわこれ初手余ってるか、こういう時な悩むよね。でも対面スピーカーか、初手さやかいくか、余ってる、いや待ってる、まあでも初手さやかもありだったかもしれないこれ。いやまあでもいっか、特集出るでしょ、さやか残すわ。リバーサルヒール、はい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 、まあまあ竜66、まあ竜6っていうのがねこれで、分かったんですけど、どうしようかなこれ。 X さやかってなし、スピッカ対面、いやいや、どうしたでしょう、なんか時間かかりそうな雰囲気するわ。いや言ってなかったかな、どうだろう、なんかグローとか持ってそうな雰囲気したんで、ちょっと若干なんか入れててもおかしくないんで、一応こっち行っとくか。夏ブラね、夏ブラ引いてたんだったらワンチャン X でもよかったかな、形組むので遅れるし。ウィルボス引いていく、まあこれは金髪姉ちゃん行きますか。ウィブサニーやレッツゴー、ナイス。クリームシチューな、ちっちゃい頃さクリームシチューとかグラタンとかさの CM、 テレビの CM 見るわけよ、小学1年とかさ、小学上がってないぐらいの時に、うわ何これ美味しそうみたいな思うわけやん。で思って、あのお母さんこれ作ってよって言ってさ、あのあグラタン、うん、ええよええよみたいな作ってくれて、で俺の口に全く合わずにまずってなってマジでグラタンとかクリームシチューとかなんか口に合わなすぎて、もうじゃこれダメだごめんこれ食べれへんわって言ってめっちゃ残した、マジで本当申し訳なかった。いやでも何でもそう、なんかその興味な、好奇心旺盛だったもんで、美味しそうってなったらさ食べたくなるみたいな、その食べたいってなってね、ちょっとこう求めちゃうみたいなとこあったんよ。でも求めた結果、まあ、恨めると恨めっちゃうと、まあ、そういうのが多かったな。いやその特にねクリームシチューがなんで美味しそうかと思ったっつうと、ポケモンのオープニングで大体サケシがクリームシチューかなんか作ってんだよねビーフシチューはうまいんだよ、でクリームシチューだけはね、あんまりうまいってならなかった。ちょ痛いなマジでよ、マジ痛えよ。これウィブ終わるか、ウィブまだ残ってる、残ってないよね、残ってないよね、そうだよね、メリッサこれ飛ばせないねこれ飛ばせないね、まワン、いやこれ積みか、3200受けるしかない、3200受けるしかないか。いやただ頼むぞマジで、これなんか奇跡的に耐えてくんない、奇跡的に耐えてくんない、無理か、ライフバー42だもんな最大な、ってことは今打った場合、まあ、3000ぐらいは耐えるもんな、じゃあ死ぬかじゃあ死ぬか。いやなんか相手気づくな、気づくな、手こまりスピーカーがあることに気づくな、これスピーカーがないってなってほしい、ああまあ気づくよね無理か、割と惜しくてくさ割と惜しくてくさ、メウムとか引いてたらあったか、メウムとか引いてヒールすればワンチャン、ワンチャンあったか、惜しいな。一応バイス引いてたんで相手が防御ことがなければねいけた感じはあったんですけど、うわまあ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 ちょっと余ってる、初手余ってるやっぱ弱いか、サイカ切った方が良かったな、なんか特集結構出るかなと思ったけど結果的に風車サイカ強いられることになって、で実際特集はいっぱい出してくれたんだけどサイカ腐っちゃった腐っちゃった、あのさやかの鎖がだいぶきつかったな、何もしなかったなさやか、どんまい、ハトン、ハトン、ハトンって何、そういう言葉があんの、何ハト肉あれ羊のことマトンっていうよね、そういうニュアンス。でも俺なんで羊がマトンっていうかよく分かってないんだよ、ラム肉って言ったらマトンって言ったら、なんかラム肉とマトンってどっちがあるの、あの東京でなんかね、雪うさぎっていうさ、ジンギスカンのお店ね、去年食べたんよ、めっちゃうまかったよ、ね、その話を親父にしたらさ、あーでもジンギスカンって言ったらお前マトンやろ、うまいんけそれみたいな言われて、でもラム、いやまあラムやでって言ったんやけど、そういえばそうか、羊の肉ってマトンとも言うんか思って、でマトンってさ、マトンとラムの違いって何なん、ちょマジで気になる、はい、おっしゃー、お前はもう骨を増やせないぞあれの違い何なん、ほんまに気になるやべ、ちょっとね、大阪に行った時のことを思い出してちょっと関西弁出てしまいました、すいません、これエースじゃないんでね、ちゃんと本当に本当に
22、3年関西住んでましたんで、これ本当ですよ。これ本当、ほんまやからな。ほんまやからな。うん。ちなみにね、これどう、どうする、撮る、これ撮る、メルベリ踏み入んの、行っちゃっていいよね、これ。行ったっていいよね。行ったっていいよね。行ったっていい。行ったっていい。よっしゃ。はい。で、しかも、数引いてるからね。行っちゃおうぜ、もう。リーニーね。はい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 。はい。まあ、一応、数いっとこうか。うい。まあ、もう一旦待ったら数100ダメ増えてたけど、ここに数置いて E3 ビビらしたいとこある。だ、問題がこっからなんかね、結構防衛が固まってると困るな。前でも相手も村正切ったからね。フェルグー強いねー、その子。でもなんかワンチャン作られてんだこれ。なんかワンチャン負けそうじゃないこれ。ちょっとワンチャン負けそうなんだけど、そのフェルグクソ怖いんだけど、そのフェルグクソ怖いんだけど、大丈夫これ。12% の削りプラスさ、1600×2 が今から襲いかかるってことでしょ。結構やばくない？大丈夫？これ大丈夫？これ大丈夫？ガオじゃん。食らって。いやでも意外と HP 残ってんな。はい。銀白。まあ、アルカだな。まあ、1枚返しなら受けれんじゃん。今日アタック下がってるし。3号プラスの5100でしょ。だから単体5900必要で。いるか、そんなやつ。またならありるか。いや、マモンなら受けれるくね。マモン今日アタック下がってるし、そんなでんくね。だよな、よしよしよし、危ね。なんか、カジミールとかやばいかなとか思ったけど。よしよしよし。いや、カジミールはやばいとかもしれないな、もしかしたら。よいしょ、カジミールアタックそんな高くねえから、まあ大丈夫か。よし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 。割とギリギリだった。まあでも S 全部出されてもなんとかなったのは誰のおかげか。これグノーです。これグノーのおかげね。骨増えなかったから勝った。骨全部ね出し取ったんだよ俺先に。全部出し取らせてもらったってね。骨を取りました。うん、行こうか。ほい。ウィブ10。はい。ウィブ10は X 行きたいよな。ウィブ10はね、X に行きたいんで、もう初手、アマテルかまして。で、サイカどのタイミングでどうかな。まあ、とりあえず初手ウィブ行くよね。はい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 。で、ウィルボスのチャージ食べたいから、ここもちょっと。X 違う駒なんかいいの、いい感じの、いい感じな駒はねないと。まあバイセンも火力今そんなにだしな。でメリーさんもコンボライバルでしょ。まあまあちょ、これ消去法さやか。これ消去法、これ消去法です。これ、まあ、特殊ダメージ出てこれみたいな、出てくれみたいな、そういう感じですよね。はい。でウィルボスチャージ次溜まるけど、まあ、E3 とか来たらバイセンで右上行ってもいいな。うん、タンスキル使いたいね。よし。じゃあ、食らって、引き見てからよいしょ。バイセ。バイセいきます。食らえ。食らえ！ナイス。いや、もうこの時点で結構削れてんな。もうあと HP 18400だよ。昔の速攻流ぐらいの HP しかない。このまま飛ばしきっちゃおうぜ。ドゥムムムムム。ドゥムムムム。あ、ドゥムムムムだ、それ。ドゥムムムムだ。ただ雷撃結構使ったからそろそろ特殊で固まんちゃう。トゥールラ引いてくる。トゥールラ行きましょう。このトゥールラ取られたらもう一回このアマテルのコンボ動線通るので、もうガンガン行っちゃいます。ガンガン行くよ俺は。俺ガンガン行くよ。ガンガン行って、とはいえ次のアマテルコンボで飛ばせるわけではないので、取られた場合 B の位置とかに当てていきたい。あー、カリス、カリスねー、いて。おいおい、雷撃補充してくんなよ。なんか引け。なんともじゃの。いや、コンボ的にはメリッサのこと言うな。いや
まあこっち。ほい。で、当てて、ちょ、手駒特殊で固まってくんない？なんか雷撃しか打たれてないんだけど、今んとこ。そろそろ固まってほしいんやけど。特殊で固まれや。なんか強くない手駒めっちゃ。嘘でしょ。カリスとアラジン両方あんの手駒に。えぐくね。それえぐくね。ちょっと待ってよ。ドゥムジのコンボ耐える必要があるな。いや、B3 でくさび踏み潰しながら行くか。B3 でくさび踏み潰しながら行きます。これでアマテルのコンボプラス、次バイセで飛ばした。多分今バイセ飛んでないよね、今。7人ぐらいだと思うの無理だよな。強すぎ、それは引き、さすがに。終わった。さすがにそれ引き強すぎ。いや、B4 殴ればよかったな。そしたら、英語数になって耐えれたか。数持ってんのこのタイミングで。えぐくねそれ、えぐいわ。休むことのない攻撃されたんだけど。マジで？いや、ドゥムジ切ったし、大型アタッカーねえなと思って、もうどうせ、なんかメイティスぐらいしかなくなと思ったら、数持ってた。ガチかよ。まあ、じゃあ、B4 で殴ってよかったんか、先に。たださ、その場合、防衛駒来たら終わるからさ、数以外だったら終わるからさ。回復とかね、英語打たれて。だから B3 打ってどっちかの動線盤面に残した状態の方がいいかなと思ったんだけど、まさかの数かよ。いやでも数持ってんだったらもうさ、 B4 で殴った方が良かったじゃん。これ B4 で殴ってじゃあドゥムジのコンボ繋いだらさ、サヤカ発動で勝ちやったやんけ、クソが。あーやられた。それはしんどい、やめて。相手マフェリね、どうしようか。マフェリ X 行く、とりあえずマフェリタイム X 行こうか。マフェリタイム X 行こうか。オッケー、ロックね。よかった、これ周年の方出るわ。周年の方出るわ、よかった。よし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 。相手、あ、もうこれで結構削れるくない？やったね。だいぶ削れてる。で、次どうしよっか。はいはいはい。よいしょ。トゥールラ。これトゥールラいっちゃうか。トゥールラ、こっち行って、もう次ビブでいいんじゃないの？だいぶ簡単な話だなこれ。え、これ簡単ゲーミング始まった？ついにアマテルの簡単ゲームが始まったこれ。トモヤ君、いやもう大丈夫です。もうね、あれですね。俺の方早いね。よし。ウィブレッツゴー。まあ、トゥールラとウィブ逆でもよかったんだけど、先に回復入れときたいみたいなね。ウィブの3、なんだろうな。ウィブ置いてからの3ターンで俺負ける気がしないからさ。あと、ウィブの方がね、実はコンボね、実は強い。あの、トゥールラの方が最大値高いけど、ウィブのコンボってね、これ最大3、俺、3、わあ、コンボ封じちゃっちゃ。くそ、コンボの話してんのによ、コンボ封じてくんじゃねえよ。まあいいや、B4 ウィルボスとか行こうか、相手コンボ封印使ったし。いってらっしゃい。からの単体バイセル突き飛ばすか。だいぶ削れたね。これだいぶ削れたね。ねえ、15,800。こんなん大丈夫でしょう。ウィブのあれもあるし、ああ、これ勝ったな。これ勝ったな。勝ったな。ちょ、フロア見てこようかな。これ勝ったな。これ勝ったでしょ。まあ、これでもだいぶ差が出たな、引きのな。アマテルの黄金ムーブ。いや、大丈夫。飛ばせるけど、でもね、やっぱね、背筋のゾワリ感ある。ただね、俺一個だけ思うことがある。今日のマンドラ強いんか。バフおるんか、対面。ああ、数引いてきちゃった。
まあでもこれはね、バイセでも飛ぶのでね、関係ないです。関係ないです、これ。よいしょ、よいしょ、熱いよ。ないぞ。ないぞ。いくぞうん、なんかチラ見してない？亀チラ見してない？亀チラ見してない？あ、来た。いや、いいね。スピカ対面もっと練習したいとか、そのスピカ新時代の雷撃ダメージはお前だ。俺そう思ってんだ。元前時代のね、俺一つ前の時代からやってきたこのアマテル、今でも通用するとは思ってるけど、果たしてスピカどこまで強いのか見せてもらおうじゃん。まあ、さっき負けたんですけどねさっきスピカに負けたんですけどね。はい、これもね、結構、でも正直ね、俺使ってて思うのがね、俺 S5 より S4 の方が俺使いやすいっす、これガチ。なんかね、もうね、B5 マの扱いがね、本当に下手くさいからさ、なんか S4 の方がなんか、俺は使っててしっくりくるな。はい。引き見てからよいしょ。さやかちゃん。もう出すか。よいしょ。ナイス？ナイス。はい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 、よいしょ。ビルグレ、うわ、まだアマテル出さないみたいな、まだアマテル出さないみたいな的なね。だ、相手魔竜構築だな、これ。さやか刺さらねえかな、神駒でも入ってるからな。そう、スピカって混合だから、結局のとこ、トドのつまり魔獣竜録とかじゃなくて魔録竜録神音だから、まあさやかどっかで発動してくれるとは思うんだけどね。そう、よし、発動した。ただこれはね、グノ怖いっす。いて、まあ余ってる出しどころか。はい、グノ君、俺が引いてきた。俺がグノ引くのね。まあ一旦これ余ってるつやん。いいよいしょ、いいよいしょ、いいよいしょ。まあ今欲しい駒はコンボの強い駒かな。左下 X とか打たれた時に F4 にコンボ強い駒、まあその F4、 あ、まあ H 来たら F4 打てるし、まあ、とりあえずコンボ強い駒ちょっと手駒に1枚欲しいね。すなわち S 駒すなわち S 駒、まあ執念倍数とかでもいい。 OK、 コンボフン持ってたけど、でもここのコンボフンがね、そんな問題ないんですよ。俺結局 F4 で当選組めるから、ここでコンボ強い駒ね、プリーズサブスクライブ。あはは、なんとも言えねえ、なんとも言えねえ。まあ一応フルフリア警戒になるか。まあ一応出すか、イグナーツ出すところでもないしな、イグノーも微妙なんで、一応フルフリア警戒させとくか。フルフリア警戒させるのはいいけど、次でガツンとしたキャラゴマがねえと、結局そのこのアルンチヒールが終わったタイミングでフリヒされみてみたいななりかねない。おお、なるほど。まあ、ペレツは魔獣じゃないとデッキに入れられないので、イグナツは刺さる。うわーっと、トゥールラどうしよっか、これ。トゥールラ引いてき、あ、イグナツまだ使えないのかよ、お前。くっそが。うん。回収しよう。回収して、トゥールラ行って、イグナツでいいかな。で、これでコンボ封印したから。回収できるよね。よし。これ回収して、次トゥールラってイグナツ行こうか。12,300 でしょ。で、俺、トゥールがあるから、ここから逃げてほしいできないと思うんだよな、相手コンボないし。うん、大丈夫だと思うけどな。俺、次 A3 からの動線組もできるから、まあ、右下 X 何打ってくるか問題だな。右下 X 問題。右下 X 問題ですね。あー、なるほど。これちょっと受けれるかどうかの判断、ここちょっと考えましょうか。ただフルフレア打たれたら受けられなくなっちゃうか。ドアンテ E6 だけど、2手で飛ばすんだったら A3 なんだよね。お前のコンボは2000で3100でしょ。3500
そしてスピーカーは受けれるな。受けれるんだったら A さん行くか。 A さん行って C チールート見ますか。相手グノッツじゃないわ、このなんだっけ、グノッツ買ったし。問題がフルフレアなんだよね、マジでマジでフルフレア。これフルフレア来たらワンチャン次飛ばせないんだよな。むずい。 E6 打つべきだったか悩んだね。これにてフルフレア来なかったらこっから2手飛ばしできるんだけど、まあでも俺も S 駒結構残って、俺も S 駒結構残ってたから今のはワンチャン E6 からでもよかったかもしんない。いや12345、うわーこれ若干足んなそうな気がしてきたな。4000でしょ、7000、8600、8900、届かないかもなこれな。まあ一応打つかも、どうせしゃあないからジタバタしてもしゃあないから打つけど、俺100足んない気がするんだけど、計算出せなかったら。あだよね、クソがクソがクソが、バイセ引いてくれ、バイセか数じゃないとダメだったなこれ。クソクソ、フレフレは OP。 いや E6 打てばよかった、 E6 打てばよかったかな。いや悩んだんだよな E6 つか。いやでもこの手駒周りだもんな、どうだろう。 E6 打っても結局無理が、くっそスピカ強えな。まあでもスピカ強いっていうか今のフルフレやつよかった。いやまああともう一個言い訳あるとしたら F4 のアルト雑魚い、マジでマジ雑魚あれなんもしねえ。まあ D2 グノーは良かったと思う、次トゥールが打てる状況にできたからそこに打つのは、うん、場所は良かった。めっちゃ相手の造船潰したし、まあでも造船潰したんだったら E6 打てばよかったな、E6 打てばよかったな。悩んだんよな E6 打つかどうか。まあでも相手なんか S 引いてなさそうだったもんな、そのフルフリア以外右下あいつだったし、まあ E6 でよかったか。まあワンチャン取られた後テレーゼとか打たれたら話変わるけど、いや E6 でよかったー、 E6 でよかったー。無理なんかあれフルフリアでも、フルフリアってかイグナツか、うん。まあでもこれはね、今回メルベなんでここで勝ちたいね。メルベはねマジでね相性いいと思う。うん、カモン、リーニーね。でこれなーどうしようか、これグノ行く、ワンチャン行ったっていい、行ったっていいよワンチャン、引き見てからだな。はい、まあ行くか。はい、2度目の奇跡。あーまあでも B さん打ちにくいみたいなとこあるからね、で B さん打てないみたいなとこあるね、これ骨増えないから、まあ、E4 打つしかないんじゃない。 OK で右下 X とかありだなー。あでも C の2で骨増やされてって感じか。うーん、骨増やしにくい盤面にするんだったら、まあ、B3 打っても、B2、B4 逃げられるから、あるとこっち行って C の2打ちづらくするか。あーでもあこれあれか、そろそろアマテル打たないとダメなのかこれ。まあいっか、アマテルもうちょい残そう。これ C の2ベノムヒールをねダメージに変える感じのアマテルですね。アマテルじゃない、あるとか先に打つわ。イリアスでこれね F4 数でもいいな、もしくは左上 X 余ってるのどっちかだけど、これダメージにするんですよ、はい、はい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 。まあウィブかトゥールラ引いてくれたら最強なんだけど、ウィブかトゥールラ引いたら最強なんだけどね。ダメか、まあ数を置いとこうか。ただ一個問題出てきた、これコンボ封印怖い、コンボ封印怖いな。大丈夫かな、大丈夫かな。俺あ まだ余ってる切ってないんで、まあこの辺来るかな。まあ来ちゃうよね。まあでもこれ B4 余ってるかな。B4 余ってる行って次ウィブがトゥルラ引いて上側行くかどうかって感じ。目うむ。まあ余ってるは打っとこう。よいしょ。これ余ってる打って、よいしょ。なんやかんや骨展開されてんな。よくねえな。でも相手の HP 9215。割りかし削れてる。ウィブがトゥルラが本当に欲しい。本当に欲しい。まあでも相手目線数切ったからこれ受ける判断はしてこないと。痛いな、痛い。なんかいけ、よいしょ。おちょっと考えさせてよ。A4 バイス打ったら、いやまだ飛ば、いや2手飛ばし無理だな。
3手飛ばしするしかないってなった場合、回復入れるか。そうね、3手飛ばししかないな、これイグナーツバイスで飛ばせないんで、俺数切ってる以上。だからここ回復した方がいいね。でこっからの2手飛ばし目指しやね。相手打ってるところ C1 が左下、この C5、まあ、C5 結構軽く出るから怖えな、マジ怖えわ。あーえぐい、それえぐいっす。いやーコンボ封印クソ効いてんな、敵の。痛すぎると。これ負けたな多分。いやー無理だな。いやでもこれはね2手飛ばしできないんで、どうやってもバイステから打ってもいくらチャージ溜まってないし、溜まってても無理なんで、かいくれるのは間違ってないと思うけど。まあしょうがないか、コンボ封印きつかったな。コンボ封印きつかったのと、ちょっと俺アルト打つの、でアルトやっぱ弱いな、こう見るとちょっとアルト弱いなアルト弱いな。おちょアルトの使い方が下手やな。がっつり削った後にアルト打つのがいいな多分。なんか途中でアルトなんかコンボ要因とかで挟む感じの、なんかああいう動きあれ弱いな。まああのなんだ、とりあえずアルト打つかみたいな。そうだね、とりあえずアルトは弱いわマジで。なんかアルトがねマジで足引っ張って負けてる感じがする、さっきから。うん、ちょっと俺のアルトの使い方が下手やな。ただアルト打つしかないみたいなとこあったけどね、オーラ引いちゃってみたいな、そこだけだな。ちょっとアルトいらん説ある、もしかしてアルトいらん。いや別に入れてもいいとは思うけどな、でもどうだろう、入れてもいいとは思うけど、まあいいや。ちょ今度こそ、今度こそ勝ちたい。1000ポイント行きたかったな、なかなかいかんな。あでも手駒強くないこれ、行ってこい。よし一回水飲もう。え、しゃましゃすー、あざす。はい、こっち行ってこの時点で結構削れてるの本当すごいな。いらっしゃいませ。 OKOKOK トゥールラ行って、でこれ敵キャラあんま残んないな、これちょっと残んないなこれすーちょっと難しいな。まあでもこっから溜まるか、俺が D6 打った後は溜まるわな。こういう時ほんまにゴミよ、くっそマジでだるいこれほんまに。じゃこういうのが多いんだよな、待ってるな。俺こういうのが多くてやだな、こういうのが多くてな。あーまあいいや、ビブ熱いね、行こう。出すしかない、出すしかない。はい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 、トモル君いらっしゃいませ。まあこれはね取らせんのが熱くて、あこれはあると言ってもいいな、これはあると言ってもいいな。これ3手飛ばしルートいけるわ。相手これ俺にトゥールロの動線が空いてて、でイグナズ次使えて、で次そのタイミングで次あの3200特殊プラススーがあるから、これ風打たせないためのアルト、このアルトはありだな多分。これ2手飛ばしいけんじゃないかなと思うけど、どうだろう。はい OK、 まあ、マジででも1個だけ心配なのがサヤカがマジで弱い。 D2 にもよかったかなこれ、いっか。いや、いけるっしょ。あーお、話変わってきたんだけど、だるだるこれ、え、だるー
だるすぎんごいけんのか、まあ、でも一応打つは次バイス持ってるから。だるー、ここでゲイボールがあんの。あ、いけたわ、よしいけたわ。舐めてた、ごめん、スーのこと舐めてた、全然スーのこと舐めてた。センキュー。あぶねー、あぶねー、あぶねー、中連ポートを押さえそうだった。あぶね、あれ待って、あれなんか俺余ってるいいじゃんとか言いながらなんか負けてね意外と。オッケー、じゃあのここから2連勝しようぜ、2連勝しよう、2連勝しよう、2連勝しよう2連勝しよう、2連勝、2連勝、2連勝したら1000ポイントできるから、ちょっと頼む。はい、じゃあ待って、よし、アルトくれ、アルト刺さす、アルト、アルト刺さす、刺さるじゃなくてアルト刺す、刺さす、アルト刺さす、よろしくお願いします。アルト引いてましたね、よし、ありがとう。行こう、どんどん削りに行って、あーでも俺オーダー D あるからまだ受けれるわみたいなことさせないよ、させないよ。はい、いらっしゃいませ。アルカードアルカードアルカードどうしよう。いやでも余ってるかな、やっぱり、やっぱ余ってるか。うん、アルカード、はい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 、まあまあまあ余ってるのコンボ嫌だもんな、そうなるわな。でしょい、バイセナ、いやでもこういう、ほんとこういう時、ほんとこういう時嫌だわ、嫌だわ。俺あれなんかあれかな、イオヒとか入れた方がいいかな、なんかなんかしっくりこねえよしっくりこんわ、まあいいか。で、あーはいはいはい、これねちょっと考えますよ。うーん、ちょこれ B4、 いやーでもなコンボ組ませたくない、いややっぱいや、いやーそうだな、こっちだな、うん、そうやね。これ B4 行ってなんかウィブトゥールだとか引いてからにしようかなと思ったけど、敵に1回分コンボ組まれるのもちょっと嫌なんで、あああ、俺が考えてたこと全部意味なくなった。結局フィールド来たから大出し組まれるな。まあでもこれアルト打つと強いよね、ここ、これアルト強いよね、これ E3 アンチヒールになるし2ターン効くからこれきついんじゃない。まあまあこのアルト、まあまあでもここオーダー D 発動しないからね、まだ E3 とか打ってからっていう動きにさせられそうかな、これ。いや結局ちょっと手駒だよな俺の、ここからのね、ウィブとかトゥールラ引いても強くないんで、いや痛い痛い、マジでマジで痛い。いやちょこれマジ頼むわ、ここ引き頼むわ、本当に頼むわ、頼むわ。め、うん、弱い弱い弱い、弱すぎー、弱すぎです。で俺 E6 来るやつか、いや E6 来てさ、いやこれ S 引かんと1万4000絶対飛ばせないんやけど、絶対飛ばせないんやけど、うわエッグ負けたじゃん、こんなスピカとか来るの無理じゃんこれ、痛え、もう無理だろこの HP18000 は。あー無理だな、いやマジで、じゃあフェイルノートだなこれ、フェイルノート強すぎだな俺さオーダーシー組まれたくねえわとか思ってさ D6 先に打ったのにさ結局恨めっちゃったわ、もうマジで恨めった全部もうもう意味ないやんけそれ来たら、もう全部意味ない全部意味ない俺、いやじゃあ B4 行けばよかったじゃんってなるし、しゃらくせえマジでマジでしょうもねえこれ。まあ終わるかここで、ちょっとアマテル難しかったわやっぱり、 S4 のアマ、いやでも S5 よりは俺はちょっと使いやすかった感はあった、やっぱ S5 とかだったらなおのことここで B5 とか引いてきたら終わるからね俺的には S4 の方が使いやすかったから。まあでもちょっと思ったのはな、この銀白を引いた後の動きが本当に鈍いマジで意外とパッパパッパ打てるわけではないんだな、ちょ銀白結構手込めに来てくれるの嬉しいけどな、意外と圧迫するねやっぱり。あーでもウィルボスとかも入っちゃってるもんな、チャージとか
なんかポン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 投げれるイメージあったけど、あんま投げれなかったな、うまいこと。まあでも、そうだね。まあでもちょっとあれだな、アマテルと出すどころが被るからがちょいちょいいるかな。ネームとか抜いていいかもね。なんとなくこいつちょっとアドバンテージ塊だなとか思って、まあこいつ初手打って3手目アマテルとかね、高校で狙えるからいいなとか思ったんだけど、あんまり刺さなかったから、まあ、もうちょっと変えてもいいかもしれない。まあでも言うて戦いはするんで、全然いけるんで、アマテルね、あ終わったわって思わずにぜひね使ってみてください。全然戦いはするんで、あの S5 にはない強みという、なんだろうな、 S5 の時の爆発力がないにしても S4 には S4 のね安定感みたいなところあるんで、よければ使ってください。じゃあまた次回しましょう。この動画面白かった人は高評価チャンネル登録などお願いします。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。